オラピョーショボシャークンダンディー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ショットガンダンディー三条です。今回は初の試みとしていつもとちょっと違う動画を撮らせていただきたいと思ってるんですけども、まず先に説明しておきますが、今月のベストパンチラインみたいなものをやっていこうかなと思っています。ただ今回のは初めての試みなので、今年の2024年上半期で一番良かったバースをまず皮切りに始めていこうかなと思っております。今回は上半期なんですけども、今後は毎月先月の一番いいパンチラインみたいな形でやっていこうかなと思っておりますので、ぜひともお付き合いくださいというところです。で、先に言っておきますが、この動画があまり伸びなかったら気づかないうちにやめてしまう可能性は大ですので、ぜひともたくさんご視聴お願いいたします。それでは早速上半期のベストパンチラインやっていきましょう。てな感じで、2024年上半期で私が解説した中で一番のパンチラインだったのは、言うまでもなくフューチャーとメトロブーミンという大物の2人がコラボしたアルバムに、ケンドリック・ラマーが客演で乗った Like That という曲の中に収録されているケンドリック・ラマーのバースでございます。まずバース全体的にかなりのパンチラインが続いたんですけども、その中でも特にパンチラインが2つ強いところがあるので、そこを再び解説しながら紹介していこうかなと思っております。まずはじめに、先ほども言ったようにメトロブーミンとフューチャーのコラボアルバムにケンドリック・ラマーがフィーチャリングで載ったんですけども、この Like That という曲を皮切りに、ヒップホップ市場の中でもかなり大きめのビーフ、いやもしかしたら史上トップレベルのビーフが繰り広げられたわけなんですね。主にケンドリックとドレイクので、ドレイクがいろんな他のラッパーからもディスられるっていう、本当に大ごとに発展したきっかけとなった曲がまさにこちらなんですね。なので上半期だけでなく、下手すると2024年を代表するようなこの動きの皮切りになった曲なので、これを選ぶしかなかった状態ですね。さらにその中でケンドリック・ラマーがものすごいパンチラインを入れてきているので、それを解説していきます。でさっきも言いましたが、ケンドリック・ラマーのこの Like That の中のバースが全体的にもうパンチラインだったんですけども、その中でも、特にすごかったのを、今回紹介していこうかなと思っております。一番すごかったラインなんですけども、本当に最後の最後に締めくくったところなんですが、 For all the dogs getting buriedThat's a K with all these lines, he gon' get pet cemetery. という部分ですね。直訳すると、埋められる全ての犬たちのためにっていうところから始まってます。まず、for all your dogs ですでに言葉遊びしてるんですけども、ケンドリック・ラマーが何に対してディスを送ってるかというと、ドレイクのアルバム for all the dogs っていうタイトルがあるわけなんですね。なので、明らかに for all your dogs でお前たちの犬のためにっていう言葉遊びをしてるわけですね。ドレイクのアルバムのタイトルを使って。で、for all the dogs っていうのはどういう意味かというと、犬って言ってるんですが、仲間みたいなニュアンスですね、犬が。なので、ドレイクは自分の仲間のためにって言ってるところを、ケンドリック・ラマーはお前の仲間たちのために、しかも埋められる仲間たちのためにって言ってるわけなんですね。でもちろん埋められるっていうのは地面の中に埋められるので、ケンドリック・ラマーがこのバースでみんなをやっつけてやるみたいなニュアンスが入ってるわけなんですね。ドレイクのタイトルを使って、なんでこんなことをしてるかっていうと、そもそもドレイクと J. コールが一緒にコラボをした曲にファーストパーソンシューターっていうのがあるわけなんですね。でこの曲も For All My Dogs の中に入ってるわけなんですね。でこの曲の中で J. コールとドレイクとケンドリック・ラマーがビッグスリーだっていう風に歌って、でその中でもジェイ・コールとかドレイクが、いや俺が一番だぜ、俺がモハメド・アリみたいな感じだってことを言ったのが、気に食わなかったから、今回 Like That に乗ってディスを送ってるわけなんですね。ただドレイクとケンドリック・ラマーのビーフっていうのは意外と長く続いてて、2013年頃からやんわりと始まってずっと続いてるみたいで、でドレイクが主に多かったんですけども、お互いにサブリミナルディスって言って、相手の名前を明言しないまま相手って分かるようなディスを送り合い続けてたわけですね。それが今回の Like That で一気に爆発した感じなんですね。なのでまずはこのドレイクの For All The Dogs をもじって For All Your Dogs Getting Buried って言ってるわけですね。お前らの埋められる仲間たちに対してって言ってるわけですね。で何を言ってるのかというと、 That's a K with all these nines he gonna see pet cemetery。 これはこの多くある Q の中での K だ、あいつは
ペットセメタリーを見るであろうっていう直訳ですが、これもいろんな意味が入ってるからこそ上半期ベストのパンチラインなんですけども、まずペットセメタリーを説明します。これはアメリカではかなり有名なステフン・キングっていう作家がいるんですけども、彼が書いた本にペットセメタリーってあります。直訳すると動物のための墓地なんですね。実在します。アメリカではキリスト教色が強いの でキリスト教たちは亡くなった方たちを埋めるわけなんですね。でそれをまあペットとかにも埋めてあげるので、まあ、そういうペットのための墓地があるわけなんですね。でこれは1983年に映画化もされて、かなり有名なカルト的な人気を誇っているホラー映画になったわけなんですね。なのでお前の犬たち仲間たちのための墓地だって言ってるわけですね。でさっきの埋める buried とも結びつけてるわけなんですね。まずそういう言葉遊びをしてる。なので簡単に理解できることは、あの有名なホラー映画のペットセメタリーにお前の仲間を埋めてやるってことですよね。この K と9がまた素晴らしく面白い、いろんな描写あるんですけども、まず K という頭文字のスラングとして AK-47 っていうのがあるわけですね。拳銃の形です。で9という数字には9ミリの銃のことを言います。なのでこの AK-47 や拳銃でお前をやっつけてやるっていう意味も入ってるわけですね。なんで拳銃を出してきてるのかがまた面白いんですけども、さっき言ったように J. コールとドレイクのファーストパーソンシューターっていう曲に対してのディスなので、ファーストパーソンシューターっていうのが一人称視点でのシューターゲームのことを指すわけなんですね。イメージとしてはこんな感じです。一人称で銃を持っていろんな敵を撃つ、そういうゲームのことなんですね。なので銃がベースとなったゲームなんですね。そこに対してこういう AK-47 や 9mm の銃でお前らを倒してやる的なことを言ってるわけですね。ペットセメタリーに埋めてやるってことです。でそこだけで終わるわけがないんですけども、 K と9をくっつけると面白いものになるわけなんですね。警察犬です。警察犬のことを K9 というわけなんですね。こういう映画があるぐらいなんですけども。で、こういうファーストパーソンシューターゲームの中にもオプションとして犬を向かわせるっていう攻撃方法とかもあるので、そういったところでも結びつけてるし、実際に実在する警察犬が K9 って呼ばれてることに対しても言ってるわけですね。なので、K と Q で言葉遊びしてる。もう一つ面白いのが K っていうのがケンドリック・ラマーの頭文字なんですね。で、ケンドリック・ラマーっていうのは K ドットっていうあだ名があるので、その頭文字の K を取ってケンドリック・ラマー自身がこういう9ミリの銃をいっぱい持ってお前らをやっつけてやるっていう意味も入ってるわけなんですね。でさらにもう一つ、ここは私の勝手な行き過ぎた解釈なんですけども、 K っていうのがストライクを取ることを K っていうわけなんですね。野球でで9って言ってるので、野球っていうのは基本的に9回あるので、9回の間ずっと俺は K を取ってるぜっていうような描写だと思います。お前らをストライクアウトしてるぜってことですよね。なのでそういういろんな意味が入った素晴らしいリリックで彼のバースを締めてるんですけども、さらにもう一つ面白いことがあって、このバースの始まりと結びつけてるんですよ。なので綺麗な円で終わらしてるんですけども、ケンドリック・ラマーのバースの始まりが These niggas talking out their necks Don't pull no coffin out your mouth I'm way too paranoid for a threat って言ってますね。直訳するとまず最初の部分、こいつらは首から喋ってるって言い方してるんですけども、これはアメリカにある昔からの言い回しで、変なことを言ってる、ふざけたことを言ってるみたいなニュアンスなんですね。なのでジェイ・コールド・ドレイクがふざけたことを言ってるぜ、何がビッグスリーだ、俺だけではうまいのはってことなんですね。ここでも軽く密かに犬と結びつけてるんですけども、犬はやはり首輪がつけられるわけなんですね。なので犬の首につける首輪とリンクさせてもいるわけですね。で日本にもあるように負け犬の遠吠えっていう言い回しがあると思うんですけども、負け犬がほざくんじゃねえよああだこうだっていう意味も入れてるわけなんですね。なのでしっかりと犬の描写も入れております。で次のラインでもっと面白いんですけども、 Don't pull no coffin out your mouth I'm way too paranoid for a threat。 直訳の表現だと、お前の口から棺を出すんじゃないよ、俺は脅迫を受けるにはあまりにもイカれすぎてるっていう描写をしてます。カーフェンっていうところで言葉遊びしてるんですけども、これは棺って意味なんですね。亡くなった人たちを埋める時に入れる棺がカーフェンなんですね。なのでもう気づいてると思うんですけども、さっきのペットセメタリーとすでに結びついてるわけなんですね。バースの冒頭で棺を使って締めるところに一番最後の言葉でペットセメタリーを使ってる、そういう縁で終わらしてるのがまた素晴らしいんですね。で Pull no coffin out your mouth っていう言い回しは昔からアメリカにある言い回しで、自分の死に直結するような発言をしない方がいいよっていう言い回しなんですね。なのでさっきの Talking out their necks とかと似たような意味があるわけなんですね。でここでしっかりその意味を完結させてるんですけども、そういう死に直面するような発言してたら俺は
イカれてるから反応しちゃうよって意味なんですよね。そういう脅迫を受けたら俺は反応してやっつけてしまうかもしれない。で、結果的に一番最後のバースのペットセメタリーに送ってしまうんだぞってことなんですね。こういう短いバース、一個のバースでこんだけの素晴らしいものを入れてくるケンドリック・ラマーはやはりバケモンですね。本当にすごいリリシストだと思います。これ以上にいろんな意味を入れてる可能性すらあるぐらい綿密に考え込まれたリリックなんですけども、一応最後にケンドリック・ラマーがどんな人かを見せておくが、まあ、こんな感じの方でございます。で、解説の前編見たい方いらっしゃいましたら、実は私すでにケンドリック・ラマーのそのバースを解説してますし、ここですね、ファーストパーソンシューターも解説してますし、なんなら今回のディスの曲、少なくともドレイクとケンドリック・ラマー、なんならジェイ・コールまでのディスの内容すべてこんなってずらーって解説してますので、もし気になる方はちょっとずつでもぜひとも見ていただきたい次第でございます。まあ、こんな感じのですね、動画をですね、毎月やっていこうかなと思っておりますが、いかがでしたでしょうか。もし気に入ってくださったのであれば、ぜひともコメント欄にその旨お伝えいただければかなり励みになりますので、ぜひとも何かしらのご意見お待ちしております。2024年上半期のベストパンチラインはケンドリック・ラマーの Like That で歌ってた動物の墓地に関する綺麗な縁で終わらせた素晴らしいパンチラインだったということです。ってな感じで繰り返しですが、この動画気に入ってくださった方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。 X、TikTok、Instagram などいろんな SNS もやらせていただいております。すべてリンク先概要欄に貼っておりますので、もしよろしければそちらのフォローもよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただいて心より感謝しております。本当に本当にありがとうございます。次回の動画でぜひお会いいたしましょう。それでは皆さん、良い人生を。